セバスチャン超重そうだけど意外とどうにでもなるもんだな。ジョセフ、生きててくれ。チャプター14。これは地図か、マップか。なんもねえだ。ヒットポイント減ってるな。降りた後この辺上がったら何かあるとか。一応逆もね。はあ、何もねえのか。よし、19,450。あった、結構ある。300。ショットガンかな。ロッカーに何点も入れてんだよ。怖いわ。ロッカーに普通に銃弾があるとか。敵いるかな。なんかねっとりとした粘液が流れてきてる。え、どこ。これか。これ失敗して死ぬの嫌だな。めちゃくちゃ怖え。できれば回復使う前に改造したいんだよな。改造ってか強化だけど。お、地図の断片。回収完了かな。なんもねえな。もう OK だろ。チェックポイント。お、セーブポイントもある。行く前にパッと見にあるアイテムぐらいは回収しておきたい。
なんだ、あっちが行く道なのか。チェックポイントすぐそこだったからな。行くのはありだな。まあ殺しとこう。500。これを直してるうちに奥が爆発したわ。さっきは500も落としたのに。諦めよ。危なすぎるわ。よし。800損したな。回収してこっちに。マイラがセバスチャンに残した手紙、最愛のセバスチャン。あなたがこの手紙を読んでいるということは、事態は最悪の結末を迎えたのでしょう。つまり、私が真相に近づきすぎたということ。二度と会えないかもしれない。あなたを守るため、事件の真相から、私の狂気から、調べた捜査ファイルのコピーを同封したわと。リリーのため、私のためにも、あなたを心から愛している。使おうかな。先にその辺になんかねえかな。一個頼むぞ。7000来い。7000。ショットガンの弾。持っていくか。お、ある。オフィスビルが炎上、犯人逮捕。偽装。イヴァン・ディエス、自称ジャーナリスト。22,250。最後の回復量まであと7000ちょい。我慢するか。
こうやって考えるとあの800もちょっと惜しかったりする。無駄に2個もセーブしてしまった。こっちも特にイベントはなし。本当にただのセーブポイントだったのか。ま、トイレは終わらした。こいつ起き上がるな。おい、ルビック、ルビック、ルビック来てる、ルビック。一番上まで戻ってきてしまった。怖っ。未だに逃げるしかないっていうのかな。どうしろっていうの。やっぱこっちまでは来ないのか。こんなん生きようがねえじゃん。こっち読んでみる。いった、バレた。おう、意外にどうにかなった。さっき巻いたはずなのにもういるし。節穴ないでよかったよ本当。あいつ多分この距離なら大丈夫だろ。大体復活すんだろうなこの辺。ですよね。こいつが起き上がった。銃ってきやがったぞあの野郎。
て。いっていっていって。燃やせ。ルビック来てる、ルビック。ああ、まあバレないように逃げってことだよ。今帰ったから、あそこでダメなのかよ。いって、やっとれねー。あ、こいつ偽物もしかして。ナウラ来たー本物だった。バレて、来てるな。負けたらしい。お、1000ももらえた。嬉しい。回復もしているな。この先どうなってんだろう。
出れる。だなこれ、あれ絶対無理じゃねえか。失敗した。警報鳴らされなきゃいいや。裏もある。近寄らないのが一番だな。うわ。まあ離れてたからダメージは大したことなかった。なんかアイテムあるかもしれないし、壊したら行ってみよう。だいぶ来たぜ。もうチェックポイントあったっていいんだぜ。長いなあ。あれ、戻れなくなってる。不思議すぎるわ。よかった、チェックポイント入った。行くしかないな。ちょっと前に見つけた電車だ。え、いつの間に。回復瓶もあったよな、さっき。気のせいか。なんかうごめいてる。
どういうことなの。あ、燃やせんの。マッチなかった、積むの。